4年契約総額8億円という大型契約で巨人に入団した梶谷選手は、トレードマークだったヒゲを剃り落とし、リーグ3連覇と日本一に貢献するために全力を尽くしたいと抱負を語りました。しかし梶谷選手をよく知るファンは大きな疑問を抱いていました。それは怪我が多い32歳の選手に4年契約はちょっと長いのではないかというものです。スペランカーとして有名な梶谷選手が安定して活躍することは困難だと見ていましたが、その予感は見事に的中。移籍1年目のシーズン序盤にはスライディングキャッチした際に左太もも裏を負傷すると、7月にはデッドボールを受けて右手を骨折、さらに追い打ちをかけるように腰痛を発症するなど、物足りなさすぎる数字に終わった1年目は先輩扱いされました。